私たちの前にはただ風が吹いてだね。伝えたい気持ちと言葉途切れ途切れで何も言えないまま、いつも本当は不安で、明日がもしも見えてしまえば、人は夢を描くこともなく生きるでしょう。さよならを抱きしめて、愛しさを抱きしめて、失って僕たち少し強くなれたかな。傷ついて前よりもっと優しくなれたかな。